サンアントニオ、サンアントニオはアメリカが州国テキサス州にある都市、テキサス州西部の商業、金融、工業の中心地で、食品業のか航空機、建築材など、多種多様な工業が発展している。また、市の内外に空軍基地があり、軍事都市としての一面も持つ。一方で、西部開拓時代の雰囲気をも色濃く残し、 テキサス独立戦争の戦績である、アラモトリデや近年特に人気が高いリワーウォークなどがあり、年間1000万人以上が訪れる、全米有数の観光都市都市も発展している。ヒスパニック系の人口が多いために、スペイン語が街の案内板や広告など至るところで使われていて、スペイン語を話す人も多い。アメリカが修国統計局によると、 この都市は総面積 1067.3km である。このうち 1055.6km が陸地で 11.7km が水地域である。総面積の1.09%が水地域となっている。この都市はバルコニー級斜面上にある。欠片の気候区分では温暖湿潤気候、CF に属する。その中でも亜熱帯性気候とあって、 春と秋と冬は短く、夏は非常に長い。そのため、3月でも日中の気温が摂氏30度を超えることがあり、6月から9月までは日中の気温が摂氏40度近くになることも多い。冬でも日中の気温が摂氏5度を切ることはほとんどない。また雪は異常気象の年以外は全く降らない。ただし、内陸部に位置するため沿岸部のヒューストンなどと、 比べると気温が低い日もあり、夏も熱帯夜は少ない。テキサス州内陸部の中では比較的降水量が多いため、砂漠はなく森林がまだ多い。しかし、人口増加に伴う急速な開発で毎年多くの森林が伐採されている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口114万4646 46人。 40万5474世帯及び28万993家族が暮らしている。人口密度は 1084.4km である。410.3km の平均的な密度に43万3122件の住宅が建っている。texas.com によると、この都市の人種的な構成は、 ヒスパニック系以外の白人32%、アフリカンアメリカン7%、アジアン2%、ネイティブアメリカン1%であり、人口の58%はヒスパニック系である。この都市内の住民は28.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.8%、25歳以上44歳以下が30.8%、 45歳以上64歳以下が19.4%及び65歳以上が10.4%にわたっている。中央値年齢は32歳である。女性100人ごとに対して男性は93.5人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.7人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は36,214ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は41,331ベイドルである。男性は3 6 1ベイドルに対して女性は24,444ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入、パーキャピタインカムは17,487ベイドルである。 人口の17.3%及び家族の14.0%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の24.3%及び65歳以上の13.5%は貧困線以下の生活を送っている。サイアントニオ国際空港はダウンタウンから約 15km、サイアントニオ市北部中央部に位置する。ここは2つのターミナルがあり、12の航空会社が メキシコの3都市を含む28都市へ就航している。広範囲にわたるバスはこの都市の広域都市圏、交通システム、ビアによって運営されている。ビアはダウンタウンからテーマパークへの急行路線を含む91のバス路線を営業している。ビアはまた、サンアントニオスパーズの試合やシティパレードを含む市内のイベントの際、 パークライド駐車場から特別便を運行している。ただし、サンアントニオ国際空港を発着するのは、ほんのわずか1路線しかなく、空港アクセスにはあまり利用されていない。また、全米有数の大都市ではあるが、LRT のような都市型の鉄道路線は、全くなく、放射状に広がる都市とあって、マイカーの利用がほぼ必要不可欠である。市内には、 週間高速道路10号線と週間高速道路35号線が貫いているほか、ループ410、内側、ループ1604、外側と呼ばれる、環状道路がある。テキサス州の例に漏れず、ピックアップトラックが非常に多い。市内のユニオンステーションからアムトラックの列車が発着している。サンアントニオには、百六十五年以来、発刊している。 サンアントニオエクスプレスニューズという主要な新聞社がある。エクスプレスニューズは現在テキサス州南部で最大の新聞サービスを提供している。2番目の新聞社さんはアントニオライトは現存しているが、ここは1993年に営業を停止した。サンアントニオはニールセン社によると全米で37番目に大きなテレビ放送市場となっている。 以下のリストはこの都市の主要な系列テレビ放送局である。サンアントニオ地域では約40曲のラジオ放送を聴取することができるが、うち30曲はサンアントニオに本拠地を置いている。テキサス州南部で放送する最初のラジオ局は1922年にくつむマイナス550が入った。くつえはサンアントニオで唯一の24時間ローカルニュース。 トーク放送局として、現在も存続している。他の主要な放送局には、サンアントニオスパーズの本拠地ラジオ局出る、OIAM-1200、ボイ・ t v 放送局の系列局がある。サンアントニオは、アメリカのベニスと呼ばれることがある。それは、市外に設けられた、リバーウォークの存在にちなむ。開発の契機となったのは1921年の大規模な洪水で、 これは市内に甚大な被害をもたらした。これを機に議会は治水、考えの整備を進めるが、一方で水路埋め立てによる環境悪化を招くとして、推進派と反対派が対立した。これを時の市長が共存を図るため、水路と市街地を生かしたリバーウォーク構想が打ち立てられ、1929年から着工一帯に商店が建てられ、新たな中心街となった。 だが、後に大戦が迫ると、市民の関心は、薄れ、またモータリゼーションによる、市内の空洞化が顕著になると、戦後しばらくは不老者の溜まり場となってしまい、ゴーストタウンと化した。事態を重く見た市は1963年に、再開発のマスタープラン、パセル、デルリオ、川の遊歩道を打ち立て、再生に取り組んだ。1968年に、 サンアントニオ国際博覧会、万博特別博が開催され成功を収めると、全米における本市の関心、地位は高まり、大規模、コンベンションセンター、レストラン、劇場、ショッピングモールなどが相次いで建設され、文化の拠点としても発展、今日に至っている。遊覧船のツアーもあり、船で周辺の建築、史跡を見学できる。 NBA のサンアントニオスパーズがチャンピオンを勝ち取った都市に河川を船でパレードすることでも知られている。サンアントニオは近年観光都市としての人気も高まっており、下記の観光スポットが存在する。2006年11月、トヨタ自動車の製造工場が市南部に改良し、ピックアップトラック、タンドラを生産している。熊本市とは、 姉妹都市であり、板越しとも交流が盛んである。全米国際姉妹都市協会、シスターシティーズインターナショナル加盟都市、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。